金星の太陽面通過2004年6月8日17時28分太陽面通過とは、ある天体にいる観測者から見て、見かけ状太陽の表面を別の天体が通過する現象である。日表通過や日表経過、太陽面経過とも呼ばれる。普通、地球から見て内惑星である水星、または金星が太陽の表面を通過する現象のことを指す。これは、 太陽と内惑星と地球が一直線に並んだ時に見られるもので地球では水星と金星でのみ見られる天体現象である。水星、金星は太陽に比べ大きさがかなり小さいので小さな黒い点がゆっくり太陽の表面を移動していく形で観測される。ヨハネス・ケップラーは1627年に 初めて金星の太陽面通過が1631年12月6日に起こると予想した。金星の太陽面通過は122年、8年、105年、8年の周期で起きる。地球と金星の軌道の交差は6月と12月に起きる。水星の太陽面通過は地球と水星の軌道が交差する5月と11月に起きる。 内惑星ではないが国際宇宙ステーションやスペースシャトル、スペースシャトルと修理のため捕捉されたハップル宇宙望遠鏡が太陽面を通過する写真の撮影に成功した実例がある。いずれも太陽面通過が開始する日付。上段は前回、下段は次回の太陽面通過。強調は最も直近で起こる太陽面通過。期限前は BC 表記。 より詳しくは書きテンプレートや出典を参照。なお、かつて水星よりも内側の惑星バルカンの実在が考えられていた時代には、これの存在を実証するには太陽面通貨を捉える必要があると言われており、実際にバルカン発見を目的に太陽を観測する天文学者が存在していた。実際にはバルカンは存在しなかったが、この観測により近日点が 太陽のすぐ近くにある小惑星や彗星がいくつか発見されているため、全くの無駄になったわけではなかった。AB、世界大百科事典、第2班の解説太陽面通過、太陽面通過パッセージ、オンソーラーディスク、コトバンク、株式会社日立ソリューションズクリエイト、2016年6月4日閲覧、二千十二年六月六日から十一世紀最後の、 金星の太陽面通貨から国立天文台2016年6月1日閲覧大辞林第3版の解説日面経過日表経過コトバンク三成堂2016年6月4日閲覧デジタル大辞線の解説日面通貨通貨は日表通貨コトバンク小学館2016年6月4日閲覧 水星が太陽を横切る、現象、世界各地で観測次は2032年。AFP、2019年11月12日閲覧。クォーターミリオンやアカノンオブソーラーシステム、トランジッツ・フォーマラブ、仮のバルカンが実在するとしても太陽に近すぎる、ため通常の観測は不可能と考えられていた。また、回帰日食の発生中であれば、観測可能と考えられ。 回帰日食中にバルカンを狙って観測するものも存在したが時期が限定されるためいつでもできるものではないのが難点であり太陽が出ていればいつでも観測可能となる手段が必要だった当時はバルカンと誤認され後に別のものと実証された天体が複数存在するありがとうございます